っと今日はあいにくの天候なので、はい、ここでこのホールで、はい、終了とします。はい、すいませんが、まあ、普段だったら、ね、雨でもやるんだと思うんですけれども、うん、はい、ちょっとあの機材の関係とか、はい、あのもろもろ、ね、あのありまして、結構降ってますもんね。結構降ってます結構降ってますよね。今後プロの目標といいますか、うん、まあ、こういう風な感じでやっていきたいなみたいなのが、うん、今年目標にしているのは、はいはい、ステップアップツアーを優勝すること、うん、と、あとはまあその今年の最後の QT で上位に入って来年はレギュラーツアーに参戦したいなっていうところです。最終的なというかもうちょっと長い目で見た目標としてはシード権を取ること、うんうん、でレギュラーツアーを優勝することを目標にしています。皆さん、あのプロ、井上プロ見た際はぜひ声かけたりしても大丈夫ですか？あ、もうバシバシ声かけてください。バシバシ声をかけてくださいよろしくお願いします。お願いします、お願いします。じゃあ雨の中、あと最後ラストスパート、はい、頑張りましょう。うまーい、うまい、しかもありがとうございます。決まっちゃいましたね。いやでも雨の分ですよ。めっちゃここめっちゃ跳ねましたね。おいでひか、やったー、ラッパーです。寄せは半端ない。しかも、あんま来るから。すごい。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか、今日初めての YouTube 撮影。そうですね、最初ちょっと緊張して行ったんですけど、でもすごく楽しく回れて、なんか、もうちょっと堅苦しい感じというか、なんてかと思ったらすごくブランクな感じだったので、久しぶりになんか楽しくゴルフができました。マネージメントなども含め勉強になった方がたくさんいたと思います。でまたマジェスティ知らなかった方、もう私もなんですけど、はい、まあ、イメージとしてとか名前とかはもちろん知ったんですけど、はい、本当にくすがりました、今日一日で。本当に良かったですよね。ラウンド内でも言ってるんですけど、まあ、シニア向けのイメージの方も多いみたいで、でもこう私で多分大体ヘッドスピードが36とか37ぐらいなんですよ、はい、でも聞いたらなんか結構硬いシャフトもあるみたいですよ ね、 すね、はい、ありますよね、はい、男性向けと言いますか、はい、まあ、X とか S とかもあって、はい、でロフトもさらに 8.5 度、はい、とかもあるみたいなんで、そういうもうちょっと弾道を抑えたいなっていう方でも打てるんではないかなと思うので、ぜひ皆さんあのシダしてみてほしいなと思います。でシダに関してはですね、あの概要欄の URL 貼っておきますので、そこをポチッと押すとこういうところでやってますとか、まあ、いろいろあるんでそれを参考にしてください。アマチュアの悩みですごく多い悩みが、はい、とにかくフェード、はい、フェードじゃない、もうスライス、もうみんな、はい、こうカットに悩んでて、うん、でプロさっき聞いてた、もともとフェーダーだったっていうのを聞いてて、 それが今見たら全くドローじゃないですか、はい、それはどういうやり方で直したんですか？そうですね、結構、まあ、いろいろ変えたのは変えたんですけど、やっぱトップの位置、高さとかもちょっと結構ハイトップだったのをちょっと若干低めにしたりで、いろいろ変えたんですけど、フェードがきつくなった時にしてた方法としては、もう怖いからすごい左に引っ張って引っ張って打とうとしちゃうんですよ、左に打ちたすぎて。でもそれで結局カットになって、こうより大きいスライスになっちゃうので、その怖いとは思うんですけど、顔を残してちょっと
右インサイドアウト、インサイドアウトってことでもないんですけど、まあ、左に引っ張らないように長くフォローを出すように意識すると、結構フェードでも、もうほぼストレートのようなフェードが出たので、それでじゃあ調節してって言ったら、気がついたらドローに、はい、気がついたらなんかドローになっちゃったんですけど、今でも調子がいい時はもうドロー、ちゃもうほんとストレートみたいな球です。調子がいい時はすごいですよね。こうやっぱ距離、飛距離でも、まあ、ドローの方がいいのかなって。やっぱ飛びますか、ドローの方が。そうですね、力強い球は出ますね。なんで思ったんですけど、やっぱしっかり左に振りたがっちゃうから、どうしても右に出たらそのまま右にスライスするんじゃないかっていうイメージが出ちゃうんで、だけど実際に練習場でやってみたら全然そんなことないです。逆出るって言いますよね、よくね、はい、思ってる方と逆のこと、フェードかけてやろうって思ってる人とか結構意外にいいドローとか出たりするじゃないですか。あ、そうですね、はい、切ろうと思ったら逆にこのインサイドが入ってくるみたいな、はいはいはい、そうそうそう、わかります。だから本当逆玉みたいなのはあるなと思うんで、はい、出してくれ、右に。そうですね、ちょっと右目に長めのフォローを出していけば、うん、いい感じの戻ってくる、はい、戻ってくる球、もしくはまあそんなに曲がらない、まあ、フェードぐらいに、スライスがフェードぐらいになると思います。そんな感じなのは、でもやっぱり顔が動かないことですね、基本なんですけど。でも本当に私もレッスンしてて思うんですけど、人に持たれるとこんなに動いてたと思いますよね。めちゃくちゃ打ちづらいですよね、顔が抑えられてたら。でも自分の中で止めてる意識って全然止まってないんですよね。そうなんですよ、実際は全然止まってないんですよ、本当に。こっち、こうやってやられてる時って、はい、クラブとかでなんか、え、ちょっとタイムみたいな、はい、一回ちょっと外してもらっていいですかみたいな。でもおかしいって思っちゃうレベルですよね。でもそのまま打った時ってすんごいいいの出ますよね。はい、こうやってやられてるまま、はい、やっぱり芯がぶれないとそんな変な球も出ないですし、なので、あとちょっと勘違いされてる方が多いのは、ボールを見ろ、ボールを見てろって言われる時に、ボールを見てるけどもう顔はこうみたいな。でもそれは見えてるからボールを見てるってなっちゃいますけど、まあ私は左耳で見るぐらいのもう意識です。左耳でボールを見る、見たまま打つって感じですね。もうこう、こんな感じです。耳結構ひっついてるタイプだから、左耳で見るの、見るの結構大変、結構辛いですよね、はい、こうなってる人だったら結構みたいになるけど、はい、ちょっとね、耳確認したんですよ、はい、耳結構こうなっついてるから、はい、ぐらいのもう意識なので、こう目だけ見てても顔はやっぱ動いちゃうもんね。そういうちょっと何か顎を残すでも、そういう私みたいに耳を残すでもいいんですけど、私一時期ボール見ないで打つ練習しましたもん。あ、もはやもはや、もはや、もはや、ここら辺見て、そう、ここら辺見て、はい、ボーンみたいな、よく打てるねとか言って、いや、もうね、ちょっとでも意識したらもうね、そうなんですよ、どうしてもこっちに行っちゃうんですよね、打ちたすぎて。でもすごい人としてやっぱこうなってますもんね。いや本当にみんなしっかり顔が残ってるから、やっぱこれがブレなくて飛距離が出る秘訣だなって。むしろ後ろ向いてますもんね、はい、もうこういって打つときにこうそうやっぱ基本に戻って一回顔を確認して、ちゃんと動いてないか、そのあたりこう、まあ、フォローを長く出すとかやってみてほしいです。なるほどの、はい、ラウンドしてて思ったんですけど、はい、すっごい方言ありますよね。そうですね、ちょっと博多弁が出ちゃいます。ですよね、あのと今こうやって喋ってるとあんまり出ないですけど、はい、しとっととか、なんしようととか、なんしようと、はい、結構独り言多いので、ラウンド中になんしようとリコとか言ったりしてるんですよ。大声じゃないんですけど、もちろんちょっとボソッとね、はい、そっち行ったらいかんよ、いかんよ、右はダメよって言ったり。でもその福岡でゴルフをずっとされてて、はい、なんかこう名物というか、なんか福岡のおすすめなゴルフ場でもいいですし、はい、名門とかってなんかこうありますか？そうですね、ゴルフ場は結構名門って言われるところが何か所かあって、まあ、男子ツアーもやってるケアとかで、今年日本オープンやる古賀っていうところと、古賀ゴルフクラブと、あの福岡カンツリー和城コースっていう保険の窓口やってる、ああ今やってるところ、そうですね、保険の窓口レディースやってるコースもありますし、あとステップやってるクイーンズヒル、結構あるんですね、はい、コースもあるので、結構
そんないっぱいポコ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 試合もやってるコースも。そうですね、男子のチャレンジとか言ったら筑紫ヶ丘とかいうコースも結構いいコースですし。結構街からは近いところに多いんですか、福岡のゴルフ場は。そうですね、そんなにめちゃくちゃ遠いところはないです。30分ぐらい。そうですね、30分。そんなに中心に泊まっていれば30分で行けます、どこも。おいいですね、なんか街も、ね、はい、夜は戻ってきて。そうですね、街に泊まってとかもできます。合宿じゃないですけど、いろんなコース行ってみたいな、はいはい。ちなみに何か美味しいものとかあるんですか。そうですね、私の一押しはやっぱ水炊きです。福岡といえば、はい、やっぱり水炊き。そうですね、もつ鍋のお店とかもは多いんですけど、水炊きはすごい美味しいです。へ、私は水炊き推しです。ちなみに年にどれぐらい食べるんですか、水炊き。水炊きですか。結構家、その食べに行くことも、まあ、もちろんあるんですけど、まあ、実家があるので、うん、家でもう自分で鶏を買ってきて、鶏ガラから出汁取って、はい、もうずっと鍋の前にいてアク取って、またこう一回出して叩いて、もう一回入れて煮込んでとかやってるんで。いや、もうなんかラーメンラーメン職人じゃないですけど、どんなことせんねんけん練習しろって感じなんですけど、うん、でもどうしても出汁がすごい大事だから、もう水炊きは、すごい。だからもう自分で鶏ガラ買ってきて、ボンボン入れて煮込んで味付けしてとかやってます。いや、すごいですね、はい、それは水炊き好きですでも、まあ、お店に行くのももちろん美味しいけど、自分で作るのは最高ですね、それは。そうですね、まあ自分の好きなように本当にしてるので、自分の嫌なやつは食べに行ってもすごく美味しいです。まあ、でも美味しいものいっぱいあるとはよく聞いてたんで、はい、そうですね、結構すごい博多弁なんだろうなとか思いながら聞いてたんですけど博多弁ですよ、すごいいいですね、やっぱね、方言あるっていいですか。ちょっと田舎丸出しすぎかなとか思う時あるんですけど、いやいやいや、私4年間大学で兵庫県にいたんですけど、全然関西弁全然映らず、はい、なく、バリ博多弁で喋ってたら、もうバリとか言いますもんね、はい、バリ博多弁で喋ってたら周りもすごい喋り方の人いるんだけどみたいな見られましたじゃあ博多弁も結構強いですね。そうです ね、結構そうですね、ちょっと強めですかね。今日お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今回のコメント欄は、皆さん、私がマジェスティを打ってるところを見て、打ってみたくなったんではないでしょうか。で、何でもいいのでマジェスティについてコメントを募集します。まあ、打ってみたくなった。なんか、あの飛びのそのシャフトを試してみたくなった。何でもいいんですけど、マジェスティのイメージが変わったでもいいですし、募集します。はい。今日ありがとうございました。ありがとうございました。では、次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。